毎度皆さんこんにちは、ソーサーです。ということでですね、本日なんですけども、まあ、久しぶりのね、家動画っていう感じなんですけども、反響大丈夫かな？ちょっと反響してるんですよ。すいません。僕のね、この YouTube チャンネルなんですけども、おかげさまでですね、チャンネル登録者が、3万人達成しました。ありがとうございます。いやー、12月のね、中旬ぐらいかな？に、チャンネル登録者、3万人達成してですね、本日も2月の今日は1日かな？2日ですね。2月の2日なんですけども、どんだけ時間かかってんねんと。まあそういう感じでですね、もうチャンネル登録者がね、3万4000人ってことで、もう3万人中旬やんけっていうね、もう時系列めちゃくちゃなんですけども、まあこれにはまあいろいろ訳があったんですけど、まあまあそんな感じでまあ、この度ですね、まあチャンネル登録者が、まああの3万人達成したということでね、本当に皆さんありがとうございます。かねてね、前々からちょっと皆さんにお伝えさせてもらってたんですけども、今回はですね、まあチャンネル登録者1万人の時も、やりました。2万人の時もやりました。チャンネル登録者3万人を記念して、プレゼント企画やりたいなと思います。ちなみにスニーカーが今回5足あります。まあ前回の動画、前々回の動画ぐらいでね、ちょこちょここれプレゼントしますみたいな。並んで買ったけど、サイズが合えへんかったとか、そういった理由もあって、で、いや、今回マジで豪華ですよ。まあ、前回の動画、前々回の動画ね、買い物 Vlog とかでちょこちょこ買ってるんで、これ出てくるな、あれ出てくるな、でも皆さん分かってある方もいらっしゃると思うんですけども、それ以外にも今日初登場のね、もう、動画で紹介してないところで注文して、届いてるスニーカーとかもありますね、皆さんにね、今日はそれを一足ずつ全部紹介していきたいなと思います。で、今から紹介するスニーカー全部プレゼントするんですけど、このプレゼント企画の参加方法ですね、動画後半で、まあ、お伝えさせてもらうんですけども、僕の YouTube のチャンネル登録、こちらとあとインスタグラムのこちらフォローですね。概要欄の方に URL も貼ってるのでこちらね、必ずフォローしていただきたいんですけど、まあまあそれはちょっと後でこう紹介するとして、早速スニーカーねちょっとババババと紹介していきたいなと思います。まず1足目、じゃじゃん、こちら。はい、これはねもう並びでちょっと皆さんにお見せしましたね。分かってあると思うんですけども、このテカテカの黒赤ジョーダン1の箱といえば、じゃじゃーん、こちら。今回ね、YouTube のチャンネル登録者3万人の、プレゼント企画、1足目がですね、こちら、エアジョーダン1レトロハイ OG のですね、パテントブレッドですね。こちらがサイズがですね、US8、26センチですね。こちらでございます。完全なるこちら、新品になります。まあ、黒赤ね、僕めちゃくちゃ好き。もうこれずっと言うてるんですけど、ちなみに今日はね、黒赤のブルーズのキャップに、これね、AL 大阪の、これ限定の FD なんですけども、これもう全部黒赤っすね。はい。まあ、こんな感じで、もうバチバチやない感じで、このね、感じの格好とかに合わせても全然いいんじゃないのかなと思うね。このパテントブレッドなんですけど、品のあるテカリ方してるっていうか、まあ、こちらの一足ね、お飾っててもええんちゃうんかなって思うような、こちらの一足なんですけど、こちらまずプレゼント企画の一足目とさせていただきます。はい、続いて二足目なんですけど、じゃじゃん！これはエグいですよ、皆さん。これ何って多分なってはる方も多分大勢いらっしゃるんちゃいます？これもかなり古いモデルなんで、これもちろん新品です、皆さん。これはね、前回の動画でこれ買いに行ったから多分皆さん驚いた方も大勢いらっしゃると思うんですけど、やばいっすよ、これほんまに。はい、じゃじゃーんという感じで、なんなんこの箱と。まあ最近スニーカー好きになりはった方とか、やったらちょっと、これ何ってなってると思うんですけども、はい、この45ということで、開けますよ。なんやねん、これはと。で、さらにこの箱なんですけど、後ろもほら、こんな感じになって、スペースレンジャーじゃないですよ。バズライトイヤーじゃないですからね。これ開けます。いや、これね、言わせてください。これ、僕が欲しいぐらいですよ、ほんまに。自分のサイズなかったんですよ。で、これもう、めちゃめちゃ高いんですよ、もう海外とかでも。そもそもその当時数が今みたいに多くなかったので、もう日本でもなかなか買えない。てかもうリセールショップでもそもそも置いてないとこ多いですね。ほんで、あったとしてもめっちゃ高いみたいな感じで、はい、いきますよ。もう分かってある方もいらっしゃると思うんですけども、じゃじゃーん！ということで、こちら、エアジョーダン11のスペシャルですね。スペシャルです。はい、ということで、こちらなんですけども、正真正銘のですね、これ確か2016年やったかな？確かそのぐらいだったと思うんですけど、これね、僕当時めちゃめちゃ欲しくて、で、これ確か発売日の時なんですけど、確かもう、これ6年前から出たの。もうそんな月日が経ったんですね。その当時ですね、僕は当時、20歳か、19か、20歳ぐらいだったんですけど、まあ、学生なんでお金なかったんですよね。で、その時、シュプリームにすごいハマってて、確かシュプリームのボックスロゴやったかな、かなんかと、シュプリームコラボかなんかと、スペジャムの発売日が被っとって、どっちかにせなあかんっていうような。ほんな二つも買えなかったから、当時お金ないから。ほんでその当時、シュプリームに徹夜して、まあその当時は徹夜ができとったんで、その、並びでね、椅子並べてとか、もうできてたので、確かそれで並んでスペジャムを諦めた記憶があります。まあこちらのね、一足、もちろん新品でですね、ほら、
これ、こんな状態でね、そもそも、今、これちょっと反対側なんですけど、こちら、全然決まんないでしょ？今、このスペジャム、今みたいにそんなにスニーカー数出てないので、まず新品に出会えないっていうところもそうなんですけど、新品に出会えたとしても、サイズがないとか、その6年前か、当時出てた足数と今ともう比にならないぐらい数違うので、まあこのスペジャム欲しい方めちゃめちゃやると思うんですよ。まあ街中でそもそも見かけないですね、これ履いてる人。はい、こちらプレゼント企画2足目。これは激安しちゃいますかね。まあ、なんやろ、最近スニーカーのプレゼント企画といえば、まあ、こう、トラビス・スコットとか、まあ、スニーダンさんがよくやってるので、その旬のスニーカーをプレゼントする。まあ、これはよくあるじゃないですか。まあ、この11のスペジャムをプレゼントするあたり。で、この95年生まれの僕が11をプレゼントするあたり。ジョーダン好きな僕がプレゼントするあたり。これはかなりね、激アツなんちゃいますかね。これストック X とかでももう今5万以上じゃないと買えないと思うんで、どんだけ安くでも。まあこのスニーカー、まあなんでお前こんなスニーカープレゼント企画出せんねんっていうところがですね、これまた面白いところなんですけど、前回の動画、見ていた、まだ見てない方ぜひ見ていただきたいんですけど、こちら大阪府の和泉市にあるキックスキックスってお店でね、まあプレゼント企画用のスニーカーをまあ買いにお店久しぶりに寄らせてもらったんですけど、まあその時にこのスペジャムが置いてあって、値札に確か4万3000か何回ついてたんですよ。まあ、その4万3000もかなり安いんですけども、まあ、南大阪特有のね、割引しますよ。あ、これ多分東京の人からしたら考えられないと思うんですけど、大阪は割引やってなんぼみたいなとこあるんですよ。家電製品買う時とかもそうなんですけど、もう高いもの買うにつれて、もう値引きは当たり前みたいな。まあ、そういう文化なんですね。まあ、大阪の北の方とか豊中とかわからないですけど、まあ、南大阪は絶対ですわ。ほんでまあ、これも4万3000と、まあ、なかなかの金額やったんですけども、さすが南大阪、キックスキックスオーラー亀山さんですよ。割引しますよ。いくらですかと聞きました。3万6000でどうですか？これも動画残してるんで見てください。もうキックスキックスオーナー亀山さんの男気もですね、もう詰まったこちらのエアジョーダン11スペジャム、もうこれ今回の特徴ですよ。見てください、これやばないですかこれ。こちらがプレゼント企画2足目なんですけど、こちらが9ハーフになります。 US 27.5センチですね。ゴールデンサイズですね。こちら2足目です。まだまだありますよ。これがまあ一番やばいんですけどね。はい、続いて3足目なんですけど、じゃじゃーん、ということでこちら来ました。ナイキの黒箱で、デレレレデデー、シュプリーム。皆さん大好きシュプリームのね、このロゴ付きといえばもうあの一足ということで、こちらなんですけど、これもね、まあ、すごいヒストリーがあるんですよ。まあ、ちょっと、見ていきましょうか。フェイントからの、じゃじゃん、ということで、エアフォースワンですね。じゃじゃじゃーん、ということで、シュプリーム、フォースワンでございます。こちら3足目のプレゼント企画です。まあ、このね、エアフォースワン白シュプリームの、プレゼントに至ったそのヒストリーをちょっとお話しさせてもらいたいんですけど、先ほど紹介したこのエアジョーダン11スペジャムをですね、まあ、買いに行って、で、まあ、買いました。ほんでこれまあ視聴者プレゼント、まあ、僕サイズ28とか29なんで、なんでこのサイズで大丈夫なんですかって、まあ、僕が亀山さんの方にですね、いや、まあ、こう売りでチャンネル登録者3万人行って、それの企画でプレゼントを視聴者さんにしよう思ってって言うたら、わー、そうなんすか、おめでとうございますみたいな感じで言うていただいて、ほんなら持って帰ってください言うて、ブワーって出てきたんがこれで、無料でいただきました。こちらそれ僕動画ちょっと撮ってなくて、いや、ちょっと亀山さん、そこ動画回させてくださいって言うて、ちょっとお店もやっぱ宣伝したいんで回させてくださいって言って、いやいやいや、もうそんなん別にいいんでみたいな、もう感じで、もうこの何キックスキックスオーナー亀山さんの男気ある、いや、皆さんステッカープレゼントわけちゃいますからね。皆さん、こんな高いもうパーン渡してきてくれはって、いや、本当にね、皆さんね、こうやって僕の YouTube チャンネル、まあここまで3万人まで来た理由の一つとして、やっぱり皆さんの応援あっての、まあ、この YouTube チャンネルやなっていうのをですね、このエアフォースワンを通じて、もう非常にもう心が痛くなるほど痛感したというか、もうなんか誰のプレゼント企画なわからなくなってきてますね。もうこの後に紹介するスニーカーも、まあそんな感じですね。こちらキックスキックスの亀山さんから提供していただきました。亀山さんはいい言い張ったんですけども、これ皆さんやっぱりね、ここまでそのやっていただいてるって、本当にもう亀山さんの気持ちしかないって僕は思ってて、深山と言ってたんですよ、帰り。これ亀山さん赤でしかないでと、絶対これプラスになってないじゃないですか。だってこれもスニランとか見てても、めちゃめちゃ安く買わせてもらった上に、もうこんなんまでいただいてしまって、まあそういったところで、まあ地元大阪、南大阪のスニーカーショップっていうところでも大好きっていうのもあるんですけども、まあ亀山さんはもうそんな宣伝とかいいんでって言って、もその動画も撮ってなかったんですけど、その部分、まあお力になりたいって言ったらもうごっつ偉そうなんですけども、これ僕からのお願いなんですけど、キックスキックスの僕インスタグラムの URL 概要欄の下に一番トップに貼ってるんで、もうこちら見たら絶対フォロー
ローしてください。ごめんなさい、これちょっと宣伝になってしまうんですけど、まあ、僕何回かキックスさんでも動画撮らせてもらっていただいて、まあ、見ていただいている通りですね、めちゃめちゃスニーカー安くしてくれるんですよ。絶対他のスニーカーショップで買うより、絶対キックスキックスで買った方が安いから、もうぜひ皆さん、もうこれ見ていただいて皆さん、キックスキックス絶対遊びに行ってください。ほんまにいいショップなんで、皆さんもぜひともですね、もうこれはもうプレゼントキャラとか関係なしに、もうぜひもう僕からのお願いとして、よろしくお願いします。続いて4足目いきたいなと思います。じゃじゃーんということで、こちら。なんやねんこれとは。こちらのスニーカーも、ご提供いただきまして、こちらはですね、僕の YouTube でもよく出ていただいてる、現場こと、宮間から、いただきました。皆さんにどうですかと。先輩から出て、キックスキックスから出て、ほんで俺よう YouTube 出てるのに、俺からプレゼントなかったらなんかあかんないいうことで、なんと、まあ、思わぬ形で、宮間からプレゼントしていただきました。ちょっと開けたいなと思います。もう皆さん、箱がね、もうね、これ、すごいでしょ。めちゃめちゃかっこいいです。これロイヤルのポスターですね。やばいっすよね。ちょっと初めて僕も見るんでいきますよ。はい。中身は僕知ってるんですけど、いきます。じゃじゃんということで、こちら、エアジョーダン5、ミシガンです。いやー、これもすごいよ。こちらがですね、今回プレゼント企画でプレゼントさせていただく4足目ですね。これはね、もう僕動画でも言うてるんですけど、めちゃめちゃ欲しくて、このミシガンとオレゴン、もうめちゃめちゃ欲しいんですよ。で、これしかもちょっとサイズ言わせて欲しいんですけど、これ10ハーフ、僕のマイサイですね。はい、ジョーダン5のミシガン。で、こちら新品なんですけど、これね、つま先って言ってんですか？ここだけちょっと黄ばんでますね。まあ、ジョーダン5クリアパーツなんで、まあ、絶対これぐらいが黄ばんじゃうんですけど、まあ、履いてれば絶対目立たなくなってくれて、僕もシュプリームジョーダン5とかでもそうなんですけど、この辺がね、すごい黄ばんでたんですけど、もう全然わからなくなるんで、まあまあ、気にしなくても大丈夫かなと思うんですが、まあでまあ昨今ね、止まらないダンクのブームの中で、でもね、僕はやっぱジョーダンがめちゃめちゃ好きで、まあ今回のそのプレゼント企画もそうなんですけど、ダンク一足もないんですよ。で、やっぱり僕はジョーダンが好きで、でまあそれ現場こと宮間もわかってる。で、僕からもプレゼントするときはやっぱりジョーダンやろっていうことで、まあ二人で、僕のチャンネルっぽくて、まあええんちゃうんかなっていうことで、こちらの一足を、宮間からまあ提供していただいたっていう感じなんですけど、これね、僕ね、実物こうやって手に取って、撮るの初めてなんですけど、この履き口とかもね、めちゃめちゃかっこいいですね。まあ、素材のいいというか、なんか、ルイ・ヴィトンとか、グッチとか行った時にある、ソファーのこう、素材感って言ったらいいですか。履き口もね、本当に、豪華で、このミシガンカラーもう何年も合います。もうどんな服装にでもある、このね、オールドスタイルな一足というか、このボリューム感ある、もうザ・ジョーダン5っていうこの感じ、もうたまらんですね、これ。ミシガン、28.5 センチですね。こちらプレゼントさせていただきたいなと思います。ラスト、じゃじゃんということで、こちら、ナイキの赤箱なんですけども、こちらですね、僕の YouTube 企画である、視聴者の、自宅突撃企画っていうのがあるんですけど、まあ、そこで、視聴者さんの家に行って、スニーカーの話、好きになったきっかけの話とか、お気に入りの、スニーカーランキングトップ3を聞いたりする、視聴者のご自宅突撃企画っていう、企画で出演していただいた、たまちゃんさんっていう方いらっしゃるんですけど、で、その動画も概要欄の方に貼っとくんですけども、その時に出演していただいたたまちゃんさん、今でもね、仲良くさせてもらってるんですけど、どうやらですね、このスニーカー、購入したんやけど、ダブったと。で、これよかったらプレゼント企画に回してくださいって言って、こちらもね、無料でいただいてます。ありがとうございます。いや、すごないですか？ショップからも提供していただいて、現場の宮間からも提供していただいて、視聴者さんからも提供していただいて、もうこれ誰のプレゼント企画やねんと。お前がもっと頑張らなあかんやんけっていうぐらいですね、もう皆さん、この、何これ？いきますよ。こちらがですね、じゃじゃーんということで、エアモアップテンポの、これブルーズカラーかな？はい、こちらでございます。はい、ということで、こちらの、ブルーズカラーモアテンなんですけども、はい、これ。1996。僕ね、このブルースカラーのモアテンは持ってないんですけど、僕ね、めちゃくちゃモアテン好きで、もう少し前流行ったね、こう、スキニー細身のパンツ履いて、こう、モアテン履くっていうスタイル、僕、すっごいハマってて、動画でもよく着用してると思うんですけど、今回、まあ、ブルースカラーということで、こちらですね、僕の視聴者の、たまちゃんさんから、もうこちらどうぞということで、皆さんにご提供いただいてます。こちら、今の格好にバッチリやな、これ。はい、こんな感じ。はい。サイズがですね、こちらも28センチになります。ちょっともう一回おさらいしとくと、はい、まず1足目、ジョーダン1のパテントブレッド、こちらが、26センチですね。はい、2足目はこちら、ジョーダン11のスペジャム、27.5 センチ、こちらが2足目で、はい、3足目はこちら、キックスキックスの亀山さん、提供ですね。ジョーダン1ちゃんはエアフォース1のシュプリーム、白ですね。はい、続いて4足目がこちら、現場こと宮間から、プレゼンツということで、ジョーダン5ミシガン、こちらが28.5センチですね。
はい、ラスト5足目がですね、こちら、ブルースカラーのモア店、自宅訪問企画でお世話になった視聴者様、たまちゃんさんからの、ご提供ということで、こちらが28センチ。以上5足がね、今回の、チャンネル登録者3万人記念企画の、プレゼント企画商品になるんですけども、続いて、今回のプレゼント企画の、参加方法、こちらなんですけども、皆さん、今から話す内容、必ず皆さん最後まで聞いていただいて、応募お願いします。で、まあ皆さんも SNS、Instagram、Twitter とかもやってはる方たくさんいらっしゃると思うんで、分かってはると思う、思うんですけども、最近ね、その、いわゆるスニーカー YouTube、ユーチューバーとかいわゆるインフルエンサーの方の偽物続出してます。で、僕らの名前を使った偽アカウントがプレゼント企画当選しましたとか言ってクレジットカード登録してくださいみたいな、まあ、いろんなね、著名人の名前を使ってやってる、まあ、悪質なね、まあ、詐欺業者みたいなのがいるんですけども、なので皆さんクレジットの勧誘とか、クレジット番号登録してくれとか僕そういうの一切言ってないので、必ず登録しないでほしいのと、でも毎日のように偽物ですかこれ本物ですかみたいなもういっぱい来るんですけども、で、まあ去年から僕の偽物ずっと出回ってて、もうこれに関しても動画以前から上げてる通りですね、もう警察にも相談して、何とかしてくれっていう風に言うてるんですけども、まあ、こちらでも外資系企業になってくると法律とかの関係でいろいろ裁けない部分があるとか特定できない部分があるっていう、まあ、ところでもうちょっと警察も何ともできませんっていうような感じなので、もう皆さん個々のね、まあ、SNS の利用を気をつけていただくしかないというか、で、僕ももう何回もこれに関してはもう言ってますので、皆さん必ずですね、なので皆さんね、偽物にはもう十分注意していただいてやっていただきたいんですけど、僕の概要欄の方にね、インスタグラムのリンク貼ってるんですけど、そのアカウントが本物なので、それ以外全部偽物なので必ず皆さん、注意していただいて、まあ、SNS の利用、まあ、これプレゼント企画に関わらずの話なんですけども、まあ、ちょっと注意していただきながら、まあ、プレゼント企画楽しんでいただきたいなっていうところなんですけども、早速ちょっと参加方法、ご紹介させていただきたいんですが、はい、ということで今回のプレゼント企画の参加条件の一つ目がですね、僕のインスタグラムのフォロー、こちらお願いします。これも絶対ですね。続いて二つ目がですね、僕のこの YouTube チャンネルの、登録ですね、チャンネル登録をお願いします。続いて三つ目なんですけども、概要欄の下の方にですね、Google フォームの、リンクを貼っておりますので、こちら記入お願いします。例えば、名前とか、Instagram のアカウントとか、あとは欲しい商品選択していただいたりとかっていう、Google フォーム、まあ、当選した時のそのご連絡とかするときに、まあ、Instagram でご連絡させてもらうんですけど、こちらの記入をお願いします。以上三つですね。先ほどもその Instagram フォロー。二つ目が YouTube の僕のチャンネル登録の、登録ですね。こちらのチャンネルですね。で、三つ目が、概要欄の下に URL 貼っておりますけども、Google フォームの記入。こちらの3点を必ずお願いします。で、こちらが参加条件にはなるんですけども、で、ここからね、ちょっと僕のお願いですね。もうこれ強制はしないんですけど、KicksKicks さんのインスタグラム。これ、よかったらフォローしてください。まあ、もうここまでしていただいてほしい。まあ、亀山さんね、そんな宣伝臭いのは嫌やっていうことなんですけども、もうこれもう僕からのお願いというか、やっぱり皆さんにね、まあ、南大阪一のこのスニーカーショップ、こんだけ安く買える、南のショップとかって考えられないんで、まあ、そういった意味、まあ、地元っていうところもあるんですけど、やっぱ皆さんに僕、KicksKicks の良さというか、めちゃめちゃええ店っていうのはやっぱ知ってもらいたいっていうのもあるので、もうぜひよかったら皆さん、KicksKicks のインスタグラムのアカウント、これもうよかったらもうこれ、フォロー。お願いします。続いて二つ目なんですけども、現場こと宮間のインスタグラムのフォローもお願いします。もうこんなんもやっていただいたりとか。ほんでね、これちょっと今後の企画になるんですけども、これ今回紹介したプレゼント以外に、実はまだプレゼント企画用の商品っていうのをご用意してるんですね。で、その商品のプレゼントとかをゲリラでインスタライブの企画でやったろかな思ってるんですけど、それを宮間のアカウントで僕やろうと思ってるんですね。で、これ、いつやるかもまだ決めてないんですけど、今後そういうなんかその YouTube 以外、その Instagram 内限定での企画っていうのもやっていこうと思ってて、まあ、僕のアカウントでももちろんやっていくんですけど、近々、宮間の Instagram のアカウントで僕それやろうと思ってるので、まあ、そういった意味でもフォローしていただきたいっていうのもあるんですけども、まあ、そういった僕のその YouTube の撮影の裏側だったりとか、まあ、その YouTube で話せない内容、コンプライアンス的に話せない内容とかっていうところも、宮間のアカウントでは思いっきり喋ったろかな思ってるんで、まあ、そういった意味でも、現場こと宮間のこちらインスタ、ぜひぜひフォローしていただきたいなと思っております。まあ、KicksKicks なんかに関しては、ま、前回も言いましたけど、正月ノリで 30% 全品 30% オフのイベントやりましたとか言って、でもめっちゃお客さん来たし、来たらしいんですよ。俺も行きたかったんですよ、それ。まあ、そんな感じでね、なんかこう、南大阪の人って、もう結構気分良くなったら勢いで、うわーってなんかすごいことやったりする特性があるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、まあ、今後の動向だったりとか、多分ま、スペシャルなモデルとか、破格の値段でバーンって出したりするんで、なんかそういう情報とかも、まあ多分インスタのストーリーとかでも結構流してはるので、ぜひぜひ皆さん、KicksKicks の、インスタグラムも、まあこちらフォローもね、ぜひぜひお願いします。
はい、ということで今日はね、そんな感じでスニーカーたくさん紹介させてもらったんですけども、本当にね、こうやって思うとね、まあ、2万人から3万人、改めて振り返ってみると、やっぱこう皆さんの応援ありきの、やっぱりこの YouTube チャンネルやと僕思ってますし、もう今年はね、去年以上、今まで以上にですね、皆さんの応援、そのためにもね、今後もっと大きなやっぱ動きっていうのを僕もやっていかないとダメなんで、もうブレーキはかけませんよ。このままやっぱり突っ走る2022年に僕はしたいなと思ってますので、皆さんね、どうか変わらずね、応援のほどよろしくお願いします。ということで、今回の動画おもろかったんやけど思っていただいた方はぜひともですね、グッドボタンのほど、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。あとね、インスタグラム、ツイッター、酒松さんのオタク時間、これはセカンドチャンネルもやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録とフォローもよろしくお願いします。はい、皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。どうもありがとうございました。